ヤフーオークション出品中のペケ JR400 の外観の確認動画、右側行きたいと思います。まずホイール周り特に、ひどい傷や、曲がりなどは、ないように思われます。ブレーキディスク自体も、錆とも少なく、非常に綺麗な状態かと思われます。取り付けネジが若干錆はありますが、動作部分には、問題なく、特にオイル漏れ等もなく、ブレーキも、しっかりと効いておりますので、問題ないかと思われます。フロントフォーク、オイル漏れなし。ヘッドライト、マルチリフレクターヘッドライトを使用。フロントウインカーは、ヨーロピアンウインカークリアを使用しております。外装は、黒色、純正の黒に、赤のエナメル三段シート、非常に目立ちます。に、アンダーカール、ダクト付きの、黒色のアンダーカールを使用しております。マフラーは、中野缶メッキの、新品のメッキのものを使用しております。なので、非常に綺麗です。サイドカバーエンブレムの部分、少し、エンブレムが、切れていますが、サイドカバー自体に、割れ等は見受けられませんので、必要なければエンブレムを外せば、とても綺麗な状態になることも思われます。テールカール特に目立って大きな損傷等はないように思われます。リアウインカーも、フロントと同様ヨーロピアンウインカー、メッキボディの、クリアのものを使用しております。リアサスペンション、こちらは車外の、サスペンション、オーリンズ風のサスペンションですねに、こちらのオーリンズのステッカーは、市販のものを使用していますので、オーリンズ製ではありませんが、オーリンズ風に仕立て上げ、かっこよく決めています。リアホイール、こちらも特に目立って大きな損傷はありません。多少の小傷等はあるものの、ホイール自体、綺麗な状態かと思われます。ギアのブレーキ周りも、ねじれが若干錆び出ているところもありますが、駆動する部分、ディスクローターなどに、錆び等はなく、もちろんキャリパー等もオイル漏れ等もなく、動作も正常動作しております。今回特に目立ったのが赤いエナメル三段シート、60センチ、高さが60センチ、非常に目立ちます。こちらは新品のシートをしておりますので、非常に綺麗です。外装タンクに、前に、ここに、こちらエクボ1箇所、ここに、小さなエクボと若干小傷等はあります。年式も年式なので、タンクに小傷やエクボなどありますが、新品のパーツもたくさん使用しておりますので、全体的には良い状態かと思われます。以上、外観右側の確認動画でした。